つだけ。区議会議員19年の中で、これをやったとっていうような実績、自分の、はい、これはって言えるものを教えてください。八潮地区に、日本語手話学校、明星学院っていうのがあるんですが、これを誘致できたということですね。で、これはですね、たまたま日本語手話学校を作りたいという団体が、これ、大田区さんの方で中心的にやっていた団体さんがだったんですけど、その方と知り合いになりまして、で、その時たまたまですね、石原慎太郎都知事の時です。都知事の勉強会をすることができたんですよ、私。新人の頃なんですけど、いろんな関係があって、で、慎太郎さんが来ていただいて勉強会したんですけど、通常そういう人たちって挨拶して終わりじゃないですか。そうじゃないですよ。しっかりと1時間以上いましたから。で、そこの時に、その、日本語手話学校を目指している、作りたいっていう方々が、参加されていて、で、そこで直談判ですよ。作りたいんですって。で、日本語手話っていうのは、認められなかったんですよね。手話って今当たり前に使ってますけど、あれは認められてなかったんです。今もそうなんですよね。うん。やっぱりこう、口の開け方によって、それを読み取るっていうのが主流で、手話というのは主流じゃないんですよ。うん。で、そういう時期で、で、自分たちで作りたいんです。なんとかなりませんかっていうのを、慎太郎さんに言ったんですよね。で、そしたら、知事がですね、いいじゃないか。作ろうじゃないか。って始まって。作るんだと思って、でそばに行った秘書、当時の秘書に「お前やれ!」とかって言って「作るんだ!」と思ってで、それで「であとは秘書とやれ!」って言われちゃって「分かりました!」と言って、でその当時その浅間台小学校ってあるんですけど、浅間台小学校は手話学校のそのろう者の多分の教室があったんです。だから、品川区も、いずれもっと拡大していきたいねという思いが、まあ、ベースはあって、で、その当時に、八潮の中の八潮北小学校というのは、並行になったんです。で、そこを使おうって形になって、トン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 ってなって、明星学院に来ちゃったっていう。で、あれ、だから、あの時の何でしょうね、石原都知事に対しての、評価はいろいろ分かれますけど、私は目のあたりにして、すごい行動力ですよ。一言で決まっちゃった。これは大成果ですよね。で、今は小学校から作って、今中学校までできてますから、で、たくさんの、子供たちが学びをしてるんですね。それが八潮の地区の中にあるんです。で、今の父母たちはそういう経緯分からないと思うんです。忘れちゃってると思う。でもだいぶ前のことなので、でもその当時は驚きましたね。その団体の人たちも驚いてましたけど、慎太郎さんのその決断力というのはすごい。やっぱりリーダーはああじゃなきゃいけないという部分もね、見させていただきましたけど、まあこれはすごく大きかったですね。はい。そこは、なんだ、手話が必要な子供たちが集まって、で来る学校？そうです。手話を使って勉強するんですよ。だから、ろう学校って手話っていうのは言語として見なされてなかったんです。うん、今はいろんなところ、大田区でもありますけど、手話言語条例とか。そうです。で、そこからできたんですよ。その走りですよ。そういうのが当たり前になってきて、で、やっと認められたんです。で、その明星学院ができた当時は、認められなかったんです。で、そこの法的なところも変えなきゃいけなかったんですね。で、それもやったんですよ。すごく大きいことなんですよ。そこまで、手話言語条例っていうのも最近ですから、それが当たり前になって。それはそういうその明星学院ができて、で、慎太郎さんが、いいじゃないかって言って、学校を作ったのが走りですよ。そうすると、品川区は手話言語条例が早くにできたとかそういうことではないんだけど、ね。ではないんですか？ではないんですけどね。そこは違うんですね。そこは違うんです。なるほど。まあ、
大田区民の私なんかで言うと、石原さんは大田区に住んでるし、そうですね。ね、大田区の人が作りたいですって言っそうたのなんに、です品川よ。区に途絶えちゃったみたいな感じ、今聞いてて思いましたけど、ね、大田区でやればよかったのにっていうのは今感じは聞くと思いますけどね、なんかそうね、なんです、そうですね。いいもの品川区に途絶えちゃったみたいな、まあだでかも、ら。品川区は、だから、浅間台小学校でやってたっていう準備を進めてたっていうところもあるんですよね。で、それで、まあ、わざわざだから、慎太郎さんに会いに行って、あと、秘書でやりなさいって言われて、はいって言って、秘書でやりましたけども、だから、品川区もそういうベースがあったっていうことは大きかったと思うんですね。で、たまたまだから、私みたいなものが、大田区の区議でいて、で、たまたま、石原慎太郎さんとの会ができたらっていうのがあるね。でも、ベースがなかったらなかなかできなかったと思うんですよね。そういう意味で言うと。だから本当にそういうお知り合いがあってと、やっぱりそれは私がずっといろんな活動をしてきて、いろんなつながりがあったので、そういう人たちも知り合いになって、で、そこからつなげて、で、たまたま石原慎太郎さんの、勉強会をやれるっていう話ができたからなんですよ。これもいろいろな経緯があってそうなったんですけど、でもあれは、本当に驚きましたね。やっぱり、行動力のある人は違うなと思いましたし、まあ、それで、日本語手話というのが、もうメジャーになってきたっていうところでは大きな成果だったですよね。なかなかこういう成果っていうのは、ないかもしれないですね。こんな大きな成果っていうのわかりました。ありがとうございましは。た。